愛知カンツリークラブは愛知県名古屋市名東区板高町に広がるゴルフ場である。昭和20年代、名古屋のゴルフ場は名古屋ゴルフクラブ和合コースが唯一あるだけで、それも米軍に接収され外人専用のゴルフ場として使用されていた。戦後、名古屋の財界では名古屋市の国際都市を目指そうと考え、ゴルフ場を開場したらとの思いがことの始まりである。 名古屋商工会議所、伊藤次郎左衛門と愛知県知事、桑原三希根の考えが一致し、ゴルフ場計画の活動が始まった。ゴルフ場建設用地の候補に、チョコ村と天白村の両村にまたがる牧野家地緑地と大有の県立森林公園の2カ所が選定された。最初はそれぞれに、朝日カンツリークラブと東山ゴルフクラブを建設しようと考えていたが、 同時に二つは無理とのゴルフ場設計者の井上、正一の意見もあり、井上が用地を視察し、牧野家地緑地に、朝日カンツリークラブを建設することが決まった。1954年、朝日カンツリークラブの名称を、愛知カンツリークラブに改称した。建設地の牧野家地緑地が県有地であることから、コースの施行が、愛知県土木部で行われた。 1954年10月10日、18ホールの給料コースが開場され、一般社団法人愛知カンツリークラブによって運営されることとなった。コース完成後、井上誠一は地形が理想的で松林など日本中探しても得たい自然地形を生かしたと語った。郵便番号465-0067愛知県名古屋市名東区。 いたかちだかハリアザさんの中二重から一、ありがとうございます。